獄。死者たちにご。
確かに。だが、わしにはわかるぞ。まるで、誰かを呼び、泣いておるような。もしや、このわしを。お主、時折、ああ、聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか。どうした？ん？ああ、忍び殿か。音をたどり、ここまで参り申した。ほら、かすかに、風に乗り、この先の穴底から、調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。まあ、務めなどもうよい。あの調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。たどってゆくあのし、どうすれば。知らん。さよう、ではここで一。砂の底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。わし砂の底はあっちじゃ。
Thank you.
け。
蛇垣はの二つあるぞい。一つは生垣、一つは干し垣。あっちじゃ。生垣はあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生垣もいでくれようぞ。生垣、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。
Thank you.
我が息子のため、その刀、置いて行け。敵、愚かなり。尋問にはほど遠い。あの子に墓地の恵みあれ。かね、こんなところにも師匠もあるところ、また悪用しゅわり、仏を忘ればまた弔いもなきゆえにな。さあご供養していきなされ。死者がいず、悪意。悔い。死者たち。神殿、よく参られました。かつて足なにその時を、そう我が師どうでは
お前さん、わしが掘るほど業深いお前さん、それに